はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットは始めていきましょう。というわけで、1月3週ですね。8年目、 N1 2年目ですね。練習試合まだ次、開幕まで5週あるんで、練習試合を進めたいと思います。ですね、あえて N2 をやってみましょう。岡山ピーターローズ戦、2年前までは N2 だったんですよね。どんなメンツなんだろう。うわ、能力差が結構ありすぎる感じ。サイドから上がってくる選手を止めればシュート決まりにくいかも。まあ、いかにその決められるかですよね。カナを裏カート、ミホの方が節子とっていうところですよね。サツキも落ち始めたのか。7個下ろします。で、マナミをミオとチェンジ。妻とみゆきをチェンジ。一応広岡にしましょう。さあ、試合開始。まあ、勝つのは当然ですが、育てる試合をしたいですよね。え、いきなりこれかよ。うん、簡単に取りました。なんか音がバレーっぽい。ボールの行く末って難しいですよね。おっと、早くもコーナーキックになっちゃったよ。これは外れました。さあ、ここからユーナ、萌え、ユーナでこれを上げます。さあ、ここなんかね、フォワードが機能してないというか、上がっていかないよな。さあ、決まっちゃった。いくら練習試合とはいえ、あっさり決められちゃいましたよね。あの、待てよ、ピー。あ、ちょっとこれは流れたぞ。幸子、マナミ、ナイス。右出しました。ちょっと無理があると思ったんです。幸子からマナミが決めてきました。マナミってどんな選手だったっけ。あー、なるほど。キック力はそんなにないんですが、筋力とかはある選手なんですよね。さあ、ここは節子が上がっていきまして、みゆきから萌え、まどか、中んだかれが結構強い。さあ、ここはブロックです。おっと、ノンホイッスルだ。さあ、逆サイド、これを石原が、おっと、抜けられてしまったが、これは外れた。さあ、課題をどんどんいただいてます。へばってるって言ってますね。
テという選手を入れ替えちゃいましょう。ミオモか。あ、交代が自由にできるとこがいいですね。5人一気に買いに行きます。さあ、待った。ここ言うな、決めてほしいが弱い。いや、フォワードを育てたいんですよね。でもまだまだ足りない。さあ、ここはノーフィスルだ。さあ、最後のチャンス。ここはうまく組み立ててほしいが、お、外に出ました。さあ、これで一気に変えます。まあ、ただほとんど時間はなく時計は進んでいきます。アディショナルタイムは1分ですね。終わりました。ただピーターローズもなかなかのチームですね。は決めきれなかったですが、ユーナを苦しまれないっていう感じですよね。そして中んだから、やっぱり中んだから強いですよね。全員抜けられてしまった。ここですよ。ここに動いて防ぎます。その直後、このクロスからマナミでした。決めたのはちょっとここも話無理があったんですが、それでも決めていく。さあ、柴崎ヘディング。ユーナ弱いんですよね。とにかくシュートをかつてはまさ、下回ってますね。お、臨時コーチが来たよ。なんだろう、ケイさん。監督、いつも応援しています。私はクランクリバーズの熱烈なサポーターでもありますからね。私はこのクラブの選手たちにとってストレッチが課題だと思います。いっぱい宿題出しておきましたよ。ありがとう。12個ストレッチを鍛えます。ストレッチパワーがたまりそうですね。さあ、オハーです。作業って女子選手じゃないんだよな。できればキーパーがいれば嬉しいんですけどね。さあ、日本柳とかエルナンデスが移籍候補に上がってんだ。うん、女子選手は いませんでした。移籍情報見ましょう。羽生田の様子を見たいですね。コーチシマントスで。なるほど。でも、ヤミミツかロペスが、それにちょっと引きましょう。ゾーンは
さあ、こんな感じでキーパーは今回は夏美でいきます。さあ試合開始です。牙を向くか、決定力ですね。このゲームのポイントは攻撃が鍵。おっとエリア入った、振り向きざまにっていう感じですね。ここでエリカがうまく出ました。さあどんどん課題をいただきます。ノーホイッスル、マドカが一気に前進。おっと逆サイドへ、あっとしかしなぜ逆サイド行ったんだ。ファールではない。さあ、あっとそこをキアリーニが押し切りが抜けて横っ飛び、夏木さあそこはエリカチャンスだ。ユーナおーっとユーナ抜けた。守りが硬いです。ロペスさすがです。そこを萌えが防ぎます。ノーホイッスル、マナミ、ユーナ触ってしまいました。ユーナいけませんね。これが命取りになりますね、公式戦だと。サツキ、ナーコ、一気に前出した。出た。これはゴールキックです。これで、試合終了です。この試合は勝ちました。前半じゃない、7分。エリカが振り向きざまから完全に逆サイド、ただ楽ではなかったです。そこをかいくぐってのシュートは見事でしたね。エリカ2点目を決めようとするんですが、これはポスト。さらにマナミが守備に、相手の守備に当たってしまいました。はい、試合終了です。というわけでこれ圧倒的にボールの支配率では有利ですね。課題はこれだけいただきましたね。おっと、さあどうでしょう、クライ選手。おっと入団難しいって言われてたんですが、入団に合意してくださいましたね。さあ海外、さあ海外から、一人クライスが入っていってくれました。おっとヤンをうん
ゲットできるが、ただ本当キーパーが欲しいんですよね。本当キーパーっていないんかな。さやし、シマントスにいる選手なんだけど、なんでトレードの候補に上がってんだろう。やんか、キック力が不足してるんですよね。いい選手ではあるんですけどね。はい、というわけで練習試合を続けて行っていきました。まだ3週あるんで、引き続き練習試合をやって、挑みたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。